はい、竹内です。こんにちは。こんばんはということで、えー、っと、小倉記念の方の予想なんですけど、関谷記念は明日土曜日にね、ちょっとあの、絞りにくかったので、まあ自分のいろんなファクターをもっと足して予想しようかなと思います。小倉記念の方はちょっとね、えー、2ファクターに絞って、はい、基本的には2ファクターに絞って解明を作っても面白いかなと思ったので、この土曜日の段階でね、えー、お届けさせていただくことになりました。 で、まずはじめにということなんですが、金曜日時点の中京のクッション値が9.0。低めなんですね。はい。で、日曜日に9.5以上の高さになっていないことを、まあ、一旦の前提とはしておきます。で、クッション値低めの中京芝2000メートルは、ディープインパクト3区が圧倒的に高成績ですね。 中居芝2000自体がディープサンク成績いいよねって言われますけど、まあクッション値で分類したらもう完全に低い方がいいですね。で、エピファネアサンク、これもね、高いと低いで大違いで、低い時に高成績となっています。ということで、あの、追い切り判定動画、これは水曜日にアップ済みなんですが、この中で高評価をした馬と、えー、この点のね、ダブル該当馬もいましたので、その辺を中心に、今回のね、小倉記念を買いたいなと思っております。 で、えー、そんなね、えー、2つの要素で一番気になっているのがレッドランメルと、まあ、このまま2021年から2022年の勢いはねどこ行っちゃったんだろうというぐらいちょっと最近ダメで、まあ、重症戦線では、うん、さっぱりで結構壁が高いのかなというふうに思ったりはするんですが前走七夕賞ね久々の先行作から0.63の6着、まあ、現状のレッドランメルトの戦歴からすれば。 うん、上場の結果だったんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、まあ、継続して今回吉田豊騎手が騎乗するっていうところもいいと思いますし、初の中京なんですよね。初中京参戦にはなるんですが、まあ、中京芝2000メートル、ミホウッドの姉妹が早い馬っていうのがね、すごく、 あの、成績としてもいいですし、たびたび構想するコースになっています。で、今回、ゴハロン65.9秒で、姉妹が11.3秒ですね。まあ、その点からも、あの、大きな魅力の一つだなと思いました。はい。で、クッション値が低い時の構想率が高いところも含めて、そして、ディープインパクト3区であるっていうところですね。はい。そこも組み合わせて注目の一投としました。 で、こちらは追い切り判定動画の時に使った画像そのままですが、まあコース特注調教の星印ついてますし、えー、国枝先生のとこでね、ウッドで早い、5波論65秒台以下で先着炭素っていう、まあどっちかにかかっている時が、えー、勝率が最も高いパターンになっております。回収が高いわけじゃないんですけど、まあこれで人気がなければね、結構買っていきたいパターンですよね。で、レッドランベルとは人気的にも、 そんなにあの、注目度は、あの、大きくないと思いますし、もう、重症で活躍するイメージっていうのは、あんまりあの、多くの競馬ファンの方が持ててないと思いますので、はい。そうですね。なんで、まあ、その点から考えても、うん。あの、この馬の激走っていうところからの後輩とを狙ってみたくなりましたね。次に、ベローナシティですが、こちら、エピファネアンク、まあ、そこのプラス要素もありますし、クッション値的な成績の偏りが薄い馬ですね。 はい、で中京の芝2000メートルでクッション値9.2と10.5のこの極端な落差、はい、これどちらも2着なので要するにまあこういう馬っていうのはクッション値問わずそのコースで構想がある馬っていうのは本当にそのコースと相性がいいんじゃないかなっていう。 はい。そういう推測をね、僕はするようにしてるんですけど、まあ、あその点の評価もあります。追い切りが反論でハ波論各12秒台の加速ラップとなってまして、15.1、えー、13.4 15.、12.4 13.、12.1 12. というね、タイムなんですが、このね、姉妹ハ波論各12秒台の加速ラップの時に0、3、2、2、7。まあ、ああの、馬券内もすごく、まあ、もともと安定してる馬ですけどね。はい。あの、ブレずに構想しているっていうところもプラス評価にしています。で、 前走ね、先月末、7月20日まあつい3週前ですか。走ってますけど、1年半ぶりの競馬で、で、加えて過去最大、最大の体重となる520キロ。うん。しかも、まあ、クソ暑かったと。まあ、今回もクソ暑いんですけども。<laughs> うん。で、まあ、そういった点から考えるとね、一度使われた分の前進っていうのは見込みたいですよね。で、えー、追い切り判定の時でも、まあ、同じような話しているんですけど、 あのベローナ氏、まあ、今はちょっと金曜日段階なんで分かんないんですけど明日土曜日にね前日追いとかっていうのがもしベローナ氏がしているようであればまああのもうちょっと色をつけたあの評価にしてあげても全然問題ないですねっていうのは佐々木旧社があの中京の出走馬では特になんですけど前日に反老いを入れていると。 まあ大幅に成績が上がるっていうね、そういうところもありますので、はいまあ、ダートですごい極端なんで、あの芝だとそこまでの効果はないかなと思うんですけども、はい、そこまでまあチェックするならした方がいいですね。する余裕がある方はした方がいいと思います。はい、次にディープモンスターですね。相談を通りまあディープインパクトサンクというところでまあプラスも入ってますし、ハンドイキリ加速ラップですね。 12.7、12.1 12.。ディープモンスターの反論を生きるの時のらしさであるね、こういう加速ラップの調教であったことと、異形旧車に関してはね、もう本当にあの、この旧車で一番買いですよ、と。もう僕がいつも言うあの、マイルールで買わなきゃいけないんですよ、っていうね、そういうふうに僕が決めてるんですよ、っていう調教にまあ非常に近い内容であった。ドンピシャじゃないんですけどね、近い内容であったっていうところを評価材料にしています。で、前奏なるお記念、えー 小倉大商店ぶりで、えっと、4ヶ月ぶりかなの競馬だったんですけど、まあ、実質2週間で仕上げて、ね、仕上げるっていう,いうような形の競馬で5着0.3秒差だったので、で、今回はまあ、しっかりここへ向けてね、調教していますから、まあ、当然前走以上にはやってくれるんじゃないかなと思いますし、え、金量が58.5キロ、え、トップハンデとなりますが、まあ、この影響でね、あの、多分1番人気か2番人気だと思うんですけれど、 まああの、そうだとしても、その中でこの筋量がもし5 7キロぐらいの時と比べてね、えー、少しでも人気が落ちていてくれれば嬉しいなと思ってます。はい。で、不安点がちょっとあるとすれば、まずクッション値が高い時に構想が多いんですよね、ディープモンスターって。はい。そこがね、一つちょっと気にかかるところかなっていうのがまず。 ありますあと、あの、暑い時期の競馬、要するに夏の競馬ですよね、夏競馬というか、うん、この時期の暑い時期の競馬っていうのをしたことがないんですよね。過去振り返って、まあ、あのデビュー戦、えっ、ー、と、2020年の8月の、えー、小倉のね、新馬戦っていうのがあるじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、ここはあの出走する予定があの、除外になってるんですよね。 で、そこから秋に再始動をしたのかなしていって、で、えー、ダービー出て喫下賞まで空いてますし、はい。で、翌年も、えー、札幌で9月に走ってますけど、9月ね。9月前半ですけど、札幌なんで、まあ暑くないしっていうところもありまして、7月初、8、8月 <laughs> いや、めっちゃなまりましたね。7月8月とかの超暑い時期に、 走ってないので、めちゃくちゃ暑さに弱い馬とかで馬である可能性もまあ捨てきれないわけじゃないですか。経験したことないんで。うん、そこがちょっとね、まあパドックとかレース前、回収馬とか、ね、その辺まで見ないとわからないのはちょっと心配かなと思います。特に夏の中京の暑さ。まあ、僕も愛知県民なのでね、よく分かってますけど、まあ、半端じゃないので。<laughs> 本当に外歩いてるだけで、 うん、気温の高さと荒っぽい運転の車が多いんでね、本当に、ね、家にあの生きて帰れるかどうかわからないのが愛知県なので、なその点はちょっと心配ですね。 でまあ、調教の部分ではですねディープモンスター反労域の時はこういう、ね、あの加速ラップが多いですし、救、え、急、ー、車のまあ一番いい調教にぎりぎり足を半分突っ込んでるか突っ込んでないかぐらいなので、えー、今、画面にも書いてますけど、加点に限りなく近いけど丸判定、加点はしなかったですけど、二重丸に近いですよという表現をしていますので、やっぱりこれはあのー、調教の部分では評価するポイントが大きかったかなという感じです。 で、印と買い目ということなんですが、まあ、あの、レトランメルトの単腹が買いたいなっていうところですかね。うん。で、まあ、レトランメルト絡みならつくはずなので、もう生まれんば、えー、ベローナシティ、ディープモンスター、セントカメリア、リフレーミング、コスタボニータに流そうかなと。で、3連単もレトランメルト頭で、ベローナシティ2着、ディープモンスターも2着、セントカメリアも2着に塗って、で、リフレーミング、コスタボニータを3着に足してですね、 えもちろんベロナシー以下、えー、丸から×まで足した3連単をちょっと買っておきたいなと思いましたまあ単クが来てくれればプラスになるまあ副賞でもまあちょいプラぐらいの買い方をしようかなと思ってますでもう一個、えー、もう一個二個、えー、買いたい馬券がありまして、えー、追い切り判定動画で紹介したのでまあここはちょっとあの画面は出しませんがリフレーミングとコスタボニータに関しては2頭ともね今回の調教の内容って過去にあの1回ずつしかバ お互い、これ偶然なんですけど、一回ずつ馬券外になってるだけなんですよ。うん、そうなると今回の状況でリフレーミングとコスタボニータが両方馬券からぶっ飛んでいくっていうダブル崩れする可能性って割と低いのかなと思ったんで、なんで3連単でレッドランベルと頭。で、えっと、リフレーミングコスタボニータを2着に塗って、で、3着に丸からバツ。で、ここの2、3着折り返しですね。はい。なんであの、 レッドランベルと頭の、えー、っと、リフレーミングコスタボニータが、えー、紐軸の形になっているというような三連単を買いたいなと思いました。で、もう一個、あの、まあ、さっきあのね、対抗にベローナシティ塗ってるのに、<laughs> あの、どうしてこの回目なんだっていう話にはなるんですけど、ベローナシティってやっぱりあの、今回の調教で安定はしてるんですけど、一着がないっていうところがありますので、 じゃあ、買い目を考えた時にどうしようかなと思ったら、ディープモンスターとセントカメリア頭。でえお、あとは同じですね。先ほどの買い目と同じで、リフレーミングコスタボニータをえー2、3着折り返しの、紐軸の状態にしておいてあと全部まあ塗っておくっていうような形のね、3連単をまあ泣きの買い目的なポジションで買っておきたいなっていうふうに思いました。 なので、まあ、この場合、ベロナシーは対抗で二重丸じゃなくて丸塗ってるので、生まれのレッドランメールとベロナシーのところに関しては、当然金額のね、あの強弱でこの印をつけた意味っていうのをね、えー、考えて、えー、買おうかなというようには思っておりますが、まあ、とにかく、えぇ、ー、何してもレッドランメールとか頑張ってくれるかどうかっていうところが一番鍵になるような買い方ですかね。はい。まあ、あと、そうですね。 まあ、ワンチャンね、レッドラメルとか2着になってくれて、バツが3着で、で、ディープモンスターかセントカメリアが勝っててくれたら、まあ3連単。で、生まれんと副将も引っかかってくるので、まあそういう結果も全然ありだなと思っていますし。はい。まあそれ言うだけたどですからね。<laughs> それそうなってくれたら、ありはありで当たり前なんですけど。 うん。で、えっ、ー、と、割といい評価していたシリウスコルトとかですね。あと、それぐらいでしたっけその子は、まあ、ちょっと点数的にですね。うん。レッドランメルトが、まあ、人気甘くなるとしても、この以下5頭がですね、人気はある程度当然するわけなので、ここにもう1頭、もう2頭って足していけないですよね。しかも12頭立てなんで、それでもこれ半分印打っちゃってますからね、12頭立てで。 うん。なので、まあ、そこまでは手が回らなかったっていう感じですかね。はい。そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録なんかしていただけたら嬉しいです。競馬本庁舎の竹内がお届けしている竹つべというチャンネルになっております。えー、っと、まあ、夏なんでね、あの、そう、何週か前にね、あの、久々にあの、長尺の雑談で怖い話しようかな、しますって言ったのにしてないんですよね。ちょっと諸事情があって。 うん、でも、この後もなんかね、あの、このまま何もしないのもあれなんで、もしかしたら、まあ、あの、月内に、なんかそういう機会もね、また作れたらいいなと思います。結構また、あの、この2、3年でね、怪奇体験、恐怖体験しておりますし、本当ね、あの、不思議なことはよく起こるので、 僕の身の回りは。はい。なので、またそういう話をね、好きな方もいらっしゃるようですので、一部。はい。なので、そういうところに、あのー、なんでしょうね、えー、競馬ファンの方置いてけぼりみたいな、そういう話もね、したいなと思いますが、あの、もちろんの釣り動画とかね、釣りサムネとか釣りタイトルとか、うちはやらないので、 はい。あの、うちのチャンネルの登録者様もですね、パッとあの、動画の更新通知が届いた時にね、見てみたらなんか怖い話っぽいタイトルだったなと思ったら、そういうのが嫌いな方は、あの、見ないという判断をしていただければ、えー、よろしいんじゃないかなと思いますが、はい。まあでもね、そんな怖い話なんかよりもなんか世の中はね、ちょっと今怖いですからね。 ね、いつ何が揺れるかわからないっていうようなね、状況になったりしておりますので、もしかしたらそんなね、あの、恐怖話してる場合じゃなくてですね、そんな話よりよっぽどの恐怖を体験してしまう夏になってしまうかもしれませんが、まあそうならないことを祈ってですね、日々過ごしていこうと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。